今日ね、非常に暗い話をします。もう、じゃあ、結論から言いましょう。今日、声に覇気ないでしょ。俺、人生で一番今日傷ついちゃって。なんで、とてもじゃないけど、うんこちゃんになれないから今日は加藤純一でやります。みんなにね、話してなかったことがあって。まあ今俺普通に病院で働いてんじゃん。まあ仕事だよね。で、放送してるじゃん。で、ユーザー放送はまあ別に趣味だけどさ、企業チャンネルって仕事じゃん。まあそれも仕事だよね。俺もう一個仕事してて、まあ誰にも言ってなかったんだけど、まあその、仕事も頑張ってたのね、自分で。で、いや別にまあそんな大したことしてないんだよ。AV タイムじゃなくて、もうそういう冗談も俺今、なんていうの、拾えないぐらい傷ついてるんで、ちょっとまあ喋らせてよ。でね、でこの前さ、会社でね、俺泣かされたって話したじゃん。で、それにいろいろな問題があって、その、委員長とかにはちゃんと言ってて、普通にね、こういうことしてますよって言ってるんだけど、なかなかその、下々の民までさ、その、言えないじゃん。言い回れないじゃん。だからなんかね、変な感じで働いてて、で、俺ってさ、性格の通りさ、なんていうの、あれじゃん。なんか、おかしいじゃん。俺ちょっとアスペルガーみたいな凝り性じゃん。すっごい。何でもやりたくなっちゃうのね。凝り性じゃん。俺ね、没頭しちゃうの。仕事中とかも、ブワーって没頭しちゃうの。で、全部のことに没頭してたのね。配信も狂ったようにやってたじゃん。配信も。ああいう感じで全てのことにやってたのね。全てのことに。そしたらさ、体がもうほんと持たなくなるじゃん。俺ジャックハンマーだったの。バーベルを持つ手が離れた時に眠るみたいな感じで。気力が限界になって気絶する時に寝るぐらいの感じでやって、そう自分に酔いしれてたのね。で、まあ、自分でやってるものだからさ、変な話、配信とかさ、ぐっちゃぐちゃでも成り立つじゃん。まあ、そういうもんだろうみたいな感じで成り立ってたのね。で、まあ、自分でやってるやつも誰にも文句言われないから成り立ってたのね。で、ロイもなんとか成り立ってたんだけど、俺カミングアウトしたじゃん。まだかろうじて冗談がいる。もう今ので精一杯だよ。でね、カミングアウトしてからは、あ、そういえばっていうことになるわけよ。あ、そういえば、なんかちょっと、ミスが目立ち始めるじゃん。で、そこで、まあ、言い訳できないじゃん。言い訳できなくない？もう今日はってか俺に対する擁護コメントゼロでいいわ。もう俺もうボッコボコに打ちしがれて、今日は泣きながら寝るって決めてるから。で、まあ多分自分の性格的にも、その、負けず嫌いだから、もう絶対、言い訳をせずにやってたのね。全部。で、全部謝ってたの、ごめんなさい、ごめんなさいって。で、つい先日というか本日、巨大なミスをしてしまいまして、本当に。まあ、なんていうの。一本でやってたら、まあ、こういうこともあるよってなるじゃん。一本でやってたら、こういうこともあるよってなるじゃん。でも、そうはならないのね、俺の場合。人よりやっぱ厳しい目で見られるじゃん。だから言ったじゃんみたいな、風になるじゃん。んで、まあそうだなーって考えてて、まあ、お叱りを、うわーって受けてて、なんかその、やめちまえって言われたの。まあ、そんなことってみんなもあるでしょ。働いてたらさ、多分さ、やめちまえって言われることあるじゃん。で、いつもだったら申し訳ありませんでしたってなるのね。でも、どっちをって、その病院を辞めちまえって言われたの。で、すいませんでしたっつって、なるんだけど、なんか、もう俺もごもごしちゃって、もう30じゃん。なんかさ、もうさ、一本に絞らないといけないじゃん。変な話。一本に絞らなきゃいけないじゃん。ただ、病院だったら病院。自分でやってるやつだったらやってるやつって。決めなきゃいけないじゃん。でもさ、俺ね、決めてって言われて決められないの、今。なぜなら全部好きだから。決められないのね。で、ただね、病院で働いてる人ってさ、まあ、病院で働いてる人しか知らないから俺はね、あれ言うけど、やっぱ命をかけてやってるわけよ。で、俺もね、そのつもりでいたんだけど、多分さ、生活にも余裕があって、図にも乗ってたと思うの、俺は。ここ3年間。俺図に乗ってるじゃん、多分。
だトランクスなの、俺は。トランクスなのね。トランクスだったの。多分さ、みんなだってさ、寝ずに働けば1000万ぐらい稼げると思うのね。やってないの、なぜなら、できないから、そんなことは。できないじゃん。できなくない？俺、お金ってすごい大事だからさ、その、命をお金に、時間をお金に変えてたんだけど、多分、そいつは若い頃できてたのね。27ぐらいから始めて、副業始めてね。27ぐらいの時はできてたの。で、やっぱり、本当に体力って落ちてくるみたいな感じで。今ね、できないの、もう体的に。ただ辞めたくないのね、病院を。本当に辞めたくなかったから、もう本当、涙流してまで、もうやらせてくださいって俺は言ってたの。そう、副業やめろって言うじゃん。でも俺はやりたいのね、それも。結論から言うと、俺は多分副業の方を本業にしたいんだよ。本当はね、本音を言うと。ただ、社会に所属してないっていうのは、保険が効かないじゃん。本音を言うわ、マジで。本音を言う、マジで。保険が効かないじゃん。会社員って究極の職業だから、手足なくなってもさ、会社が面倒見てくれるから。っていう理由で俺は働いてるんだなってことに気づいてしまったのね。あんなに愛していた病院を。ああ、なんか俺は、そういう気持ちで働いてたんだなっていうのがバレてしまって、心がマジでポッキリ折れちゃって。本当に。ガチで。多分、もっとさ、みんなはさ、俺が、他に向けている力、しかも俺ニコ生やってるじゃん。おかしくないそれ。あなた何やってんのって話になるじゃん。あなた何やってんのってなるじゃん。手抜いてると思われても仕方ないわけよ。そういうつもりはなかったんだけど。そうそう、頭おかしいじゃん。病院プラス、副業プラスニコ生みたいな感じで。だからなんかさ、自分がね、すげえ働きたいんだけど、働いてるのがすげえ申し訳なくなっちゃって。だそういう気持ちでみんなはやめろって俺に言ったのかなと思っちゃって。俺何も言い返せなくて帰ってきたの今日は。無言で。すね。みたいな感じで。猛攻みたいな感じで。そうっすね。みたいな。なんか開き直ったんじゃなくて、返す言葉が見つからなくて。マジで。返す言葉見つからなくて。多分、あなたが、アフターファイブでやっている努力は、なんていうの、別に、そんなのみんな病院に向けてやってるんだよ、みたいな、ことを言われてしまったらさ、もう叶わないわけじゃん。で、実際問題多分パフォーマンス落ちてんのね。実際問題パフォーマンス落ちてんだよ。マジで。絶対そうじゃん。だって無理してるんだもん。落ちてるじゃん。落ちてないわけないじゃん。で、言われたの。あんた人の命を何だと思ってるのって言われたの。めっちゃ心に刺さるじゃん。返す言葉が見つからないじゃん。すいませんって言ったの。返す言葉が見つからないからすいませんって言ったら、謝ればいいと思ってるんでしょって言われてまた。もうそれでも、謝ることすらできないじゃん。五感を奪われたのね。五感をそこで奪われて。うわ、これちょっと、自分の、なんか生き方考えなきゃいけないなと思って。ただ今自分でね、病院以外で仕事一個してるって言ったじゃん。ただ本当はそれをやりたいんだよ、俺は。本当は。でも自信がないのね。しかも保証もないじゃん。ただ本当は本音を言うとめっちゃやりたいのね。いや、言えない仕事じゃなくて普通の、本当に普通の仕事なんだけど。そう。やればいいじゃん。収入はトントンなんだよ、今。収入は。うん。しかもね、ニコ生やめろって言われたらね。ねえさ、俺さ、みんなに相談なんだけどさ、例えば病院を取ってさ、じゃあニコ生やめてくださいって言われたら俺なんて言おうと思って、ほんとに。なんて言おうと思って。うん。わかんないじゃん、そんなの。だってさ、もう名前出しちゃってるからさ、わかりましたーつってやめらんねえじゃん。いや、だけどね、それはそれ、よそはよそ、うちはうち、みたいな。
感じでね、やっていこうかなと思ったんだけど、あのね、本当にね、返す言葉が見つからずに今日は、マジで返す言葉が、言ったもん！あの、返す言葉が見つかりませんって言った、本当に。なんつっていいか分かんなくて、ひでえこと言われたんだよ、今日！あんたなんてやめちまえって言われたんだよ病気だよ、病気って！そんなこと言われてない、言われたことないでしょ！ネットですらあんま言われたことないのにさ、あんたなんてやめちまえ病気だよって言われたんだよ、俺。病気。ただやめたくねえんだよな、本当に。やめたくないんだよね。もうでも、周りに迷惑かけてんだよ。周り迷惑かけてんだよね。一人やる分にはいいんだけど、周りに迷惑かけてるってことは、もうダメなんだよ。できないんだよ。辞表出さなきゃいけないの。明日俺委員長にだから辞表出さなきゃいけないのね。すごくいいところで、いや、多分ね、辞めるにしても、今やってる仕事を、また辞めてからじゃないと、物理的に無理なんだよね。物理的に。無理なんだよね。クビになるまでやれ。いや、それ、やばくない？やばくない？で、また、法人化して、自分で、やろうかなって、その、去年の生活に戻ろうかなと、思います。いや、真剣に考えた。だからね、ここ1ヶ月ぐらいはずっとね、考えて、考えて、考え抜いて、母親には俺から言うわ。母親には。俺から言うわ。また失敗するぞ。まあ、そうだ、だから俺は病院で働いてたんだけど、そうなんだよね。無理なんだよね。そっちやめりゃいいんだけどさ、諦めがつかねえんだよな。諦めがつかないんだよね。副業毎日やってるよ、ちゃんと。職場で自分のジャンプを目指してるやいるやつがいたら引くだろ。そうだよな。そうだよな。そうだよな。引くよな、そりゃな。引くよな。うん。引くよね。多分おかしいよね。自分が進路に迷った時に、中学校の時に、俺医者になりたかったんだけど、医者にはなれないじゃん。多分。医者って特別じゃなれないじゃん。で、多分一生やれる仕事を、手に職つければ、仕事は一生できるから、その、医者にはなれないけど、病院で勤めるような仕事をしなさいって言われたの。仕事、なんでって言ったの。なんでかっていうと、仕事してる人っていうのは、すごいかっこいいことだし、女の子にも、仕事してるっていうことはかっこいいことだし、女の子にもモテるし、尊敬できることだからって言われたの。うちのおばあちゃん見てみ、と。8人子供いて、100歳やってんだよって。言ってたのね。お母さんがね。すごいことじゃん。いやでもすごくない？いや、さっきの流れから、さっきの流れで言ったんだよ。さっきの流れで笑ったんだけど、あの、おばあちゃんを見てみと。一生懸命働いてるじゃんと。泥だらけになりながらね。私が家を空けてる間、お父さんも仕事がないと。てか決めたわ。俺もう病院で働くわ。決めた。今。もう一生、俺は極めていくわ。いや、決めた。多分もう2とは追えないわ。死ぬ気でやっていくわ。うん。死ぬ気でやっていく、もう。一本に絞るわ。なんかもう一攫千金は狙わずに、どんなことがあってもやめずにいくわ。食らいついていくわ。多分やりたいんだと思う、正直。多分どっちもやりたいんだろうけど、やっぱ捨てられないわ。この魂は。多分そうなんだよ。結局そうなんだよ。その、
捨てらんないわ。いろいろ。うん。ニコ生と病院やっていくわ。ニコ生と病院やっていくわ。うん。決めた。今決めたわ。ニコ生病院やっていくわ。そうだよ、多分。多分、まあ、後悔はするだろうけど、いいや。その、命に携わる仕事をしたいっていうのは、俺の中学校の頃からの夢だったからさ。やめたら多分後悔しちゃうわ。ネットで検索したら名前が出てくる。言うよ、俺は。ちゃんとそこを、いや、言わなきゃダメだよ。それでたとえ、なんかね、採用試験に不合格になったとしても、多分分かってくれるところもあると思う。うん。しかも、格好つけずに全部本心言うから。俺はニコ生と病院やりますけど。いけねえうんこちゃんでダメーっつって。あ、そうだよ、おめえらもなんなら俺のことうんこちゃんでねえよっつって。だ無理だもん。そこは譲れないとこだもん。あれでしょ、絶対譲れない部分って。好きなんだもん、こればっかりはやめられないんだもん。好きなんだもん。飽きるまでやらせてくれよ、俺に。悔いが残らない。そこだけはやっぱもう人生一度限りなんだから、そこで一生懸命仕事してるやったらいいじゃん。一生懸命やってれば。ニコ生やめろって言われたら、いや、ニコ生もやめねえし、病院もやめねえっていう。俺は何も持ってねえっていう。そしたら、ヒルルクみたいに、魂でぶつかるわ。俺の魂の、涙出てきちゃった。涙が出てきちゃった。